ヘンリーさん5番のプレイヤーはー発言してください。おはようございます。えー、村人陣営でした。そうですね、トップバッターなんですけども、進行論としてやっぱツリーチを言ってほしいかなっていうふうに思ってますね。ツリーチ、何し言えなくったら言えないって分からないっていうふうに言ってほしいかな。うん、もしその人が噛まれた時に何で噛まれたかっていうのが分かるから、必ずツリーチは言ってほしい。何しはツリーチに対しての言及。 今わかんなかったらわかんないでみんだけど、ーー必ず釣り地に対しては、えー、何かしらコメントしてください。以上です。6番。のプレイさはー発言してください、えー。現状5番さんに関しては釣り地を明言してほしいという以外の <laughs> 進行論がなかったので、現状、色落ちなしです。全く色落ちしません。ーんななえーっとね、ここからの進行論ですか <laughs> そうですね。あんまりスムラを透かさないでほしいかな。っていうことぐらいですかね。あとは占い師が何人出るかで。まあ占い師の人は真の占い師はとりあえず出現しないでほしい。ちょっとした言葉尻に捉えられて真切られちゃうので、うん、占い師は出現しないでほしい。真ならね。<laughs> もう人外は出現してほしい。いっぱい出現してほしい。うん、それぐらいですかね。じゃあ7番さんどうぞ。 7番のプレイヤーは発言してください。はい、7番です。こんばんは。よろしくお願いします。えー、5番さんに対しては釣り値を明言してほしい。わからなかったらわからないと言ってくれ。ここ結構ラ要素さを取りました。だから5番さんは白いと思いました。6番さんに対して5番さん、あじゃあ6番さんが5番さんに対して、えー、っとあの色が見えないって言いましたよね。でど、どこの要素も拾おうとしなかった。進行論だけであの色が つけられないと言いましたね6番さんも進行論でしたよねうん。それだったら5番さんと同等ですよだからあの5番さんがあのそこの村要素を俺は拾ったんですけど6番さんがそこで5番さんのあのー、精査をせずに進行論を話したことははっきりで黒いと思いましたね5白い6黒いです以上です8番のプレイヤーは発言してくださいはい俺も5番さんは白いと思った うん、指定してほしいっていうのはあれ、良かったと思うから、俺5番さん釣りたくないかな。でね、俺7番さんも5番さん白い視点同じなんで釣りたくない。ただね、7番さんと視点違うのが、俺6番さんもそんなに狼追ってないんだよね。それは話してる内容もなく、占い出現しないでほしいっていうのも、うん、まともなことだし、俺大体いいね、 色付けしてくんだけど、俺はちょっと全員白いと思う。ここに狼いないと思ってる。ただ白い順では、それだけは付けとくわ。576で白いって付けとくわ。576。ただ、狼は俺いないと思ってる。悪いけど、9番さんから色付けしてほしいかな。俺は576で白いと思ってる。狼いないと思う。あやもさん、スパチャありがとう。 勝ってながらそうだね9番のプレイヤーは発言してください。はい、村人ジエでした。5番さんについては、釣り位置を上げてほしい理由が、そこか噛まれた時の情報になるからっていう情報量を求めているから、5番さんは村だというふうに思ってます。 6番さんに関しては、占い師の真偽をつけたいとかっていう発言で、村要素も拾えたんだけれども、えっ、ー、と、人害はいっぱい出てきてほしいっていうのだけ引っかかってます。うんとね、村と狼で戦ってる分には全然いいけど、村同士の流れ合いが一番おかしいから、6番さんのそこだけ引っかかっています。で、7番さんに関しては、そんな6番さんに過剰なほど引っかかっていた印象があるけれども、そこの時点で5、白、6、黒っていうふうに言っていた時点で、7番さんが最終で置いてます。8番さんに関しては、 えっと5、7、6の順で白いって言ってて、グレーセスは若干似てるようだったけど、オカミ6番さんオカミあると思ってるから、8番さんの、えー、っと5、6、7にオカミいないってしてもおかしいかなっていうふうに思ってる。7が一番白くて、5が次に白い、8が色目なくて、6が黒いと思っていて、現状の次いは六6以上。1番。 は発言します。5番さんっていうのは正直印象が良かっただけで別に俺はそんな色落ちはしないかなと思って、ね、色を見ていくのは2巡目かなと思っているからそこを精査した6番さんっていうのは結構また後の精査かなと思っているからそこに不当に黒塗りした7番さんっていうのが若干比になったかなとは思ったかな。 うん、なんでそんな過剰に6番さんの意見に反応したのかなと思った。別に本当に色落ちしないし、7番さんが仮に5番さんの村勘定を拾ったんだったら、6番さんっていうのは拾えなかった村っていう可能性も拾わなかったのかなっていう思ったかな7番さんに関しては。7番さんっていうのはそこが引っかかった。うん、8番さんに関しては、えっ、ー、とね、意見が違うんだけど、白いかなと思った。まず、8番さんが白い理由は、567を白い。 って見てて、八番さん目線だとそれだったら九から四に占いがいてそこに二浪っていう線は五浪目線だとしたら結構きつくなると思うからそこは白いと思った。九番さんとも意見が合わなかったかな。ちょっと時間短に二十目考察します。うん、釣り違なかったか。うん、金ヒットさん。 まあしていいけどなヘイト変えたくない感じはあったな 2> 2番のプレイヤーは発言してくださいはいランダム白は9番ちゃん占い師でしたよろしくお願いしますということで、えー、もう僕はねあのー、要は担当直入し今回言わない7番さんが白い8番さんも白いなぜならつったら、えー、要は黒塗りというところを 1、えー、SG を作ってないんだよね、作ろうとしてないっていう形。一、うん、番さんはそれを逆に作ろうとしてた感がある。で、9番さんも白片白なんだけど、6番さん一周目、リーチっておかしくね早くねって俺は思う。そこを俺は、ね、片白だけの俺はつく。とにかく俺についてこいっていうのが、えー、今回の占い師でさ、2周目も頑張るぜ。以上。 はい、自分が占い師ですね、ランダム白は4番です。ランダム白は4番でした。なんで2番って1番に触れなかったんだろうね。そこが若干、えー、と2、1どうなんだろうっていうところは、ちょっと2周目、あ、追ってきたかなっていうところだけど、うーん、俺は7、8、2が人道だとしたら、7、8を白く置いたことから7か8にいるかなと思ってるけど、7、8比べたら8番3の方が白いかなって印象。 56は2周目かなとは思ってるけど。で9番さんも視点が違ったからそこを囲いに来た狂人っていう2番さんの視点もちょっと、あのー、見ていきたいかなっていう部分があるのでまあ79あたりがちょっと俺は怪しいかなっていう感じで見てます。ランダム白4番でした。2周目しっかり考察伸ばしますね。31で上げるなら7かな以上。一応4番。 のプレイヤーは はい、おはようございます。60秒しかないので、迅速に行きます。えっとね、怪しんでいるのは、えっとね、1時点で6ですね。あと、境目で見てるのが8番。それぞれ理由います。1番さんは、その時点で、えっとね、僕、白いと思ってる7番さんを叩いてるんですよね。僕、7と9って結構白いなと思ってます。理由としては、明確に6番という釣り位置、6を黒いという怪しむ視点があったこと。そして、えっとね、8番さんっていうのは、 えっとね、そこで色つけなかったんだよな、だから色つけないことによる強アピが8番にはあるんじゃないかというふうに思っています。で、6番さんについては、進行論のな中身なんだけど、なんだっけな、占い師は出現をするなというなんか、ね、圧のかけ方っていうのが、なんかどうせだったら狼を倒すためにっていう目線で話してほしかったかなっていうのがあってってとこですね。 あんちゃん囲はなくていいのお三黒しか見えないな、俺。五番。いやー、けど、カタシロは9発の黒いんだ,よだいはいえー、っと、まず、占い精査で言うと、ちょっと2番さんの方が2戦目かなと思ってます。えぇ、ー。実は2番さんは9番さんの精査を始めて、9番さんは片タって言ったんだよね。うん。 まあ俺ら目線は片白なんだけどさ、んあんまり真の占い師の時に片白って言うかなってちょっと思いました。うん。つえさんも俺は、まあ時間なかったからしょうがないけども、今さんの方に攻めで見ています。6番さんは2番さんの発言をどう思うでしょうか。で、今日の釣り位置に関しては、うん。これ、ヘンリーさん8番か。俺六6番さんのその、 真の占い師は出現しないでほしいっていうのは結構村の要素な気がしていて、ロックンさん白いと思っています。八幡さんが567に人狼がいないっていう話なんだけども、八幡さん人狼で567白だったら意外とね、そういう考察するような気もするから、で、八幡さんは七幡さんの疑ってたにもかかわらず、白い、えー、グレーの順番を576っていうふうに上げたのは、七幡さんが一番下じゃないんだって俺正直思ったかな。うん。 だから、薬としては8番かなってちょっと思ったり、あとは7番さんはね、ちょっと強めで見ています。理由としては、7番さん、6番さんのこと叩きすぎかなと思って、臨度だったら叩かないけども、俺強人だったら,らた叩うことだかなと思ってます。臨度っぽいのはちょっと8番さんかなと思っていますね。あと1番さんはちょっとごめんなさい、発言あんま聞けてなかったんで、1番さんに入れるかもしれないです。はい。 2目お願いします、はい、6番のプレイヤーは発言してください。え現状ね、<coughs> 片白の4番と9番から俺釣りをされてるんだよ。うん、そんな、そんな人狼いますかね <laughs>、うん、逆に僕、白くならないか。で、まあ、最後は5番さんかな、人の話をよく聞いてるなっていう意味で。 今日5番さん僕は絶対ついたくないで、すねで、7番さんの僕への黒塗りはかなり不当だと思ってます。うん、不当だと思ってます。僕、2番手で5番さんにどう色付けしろっていうんですか。うん、あの情報だけでどう色付けしろっていうんですか。って7番さんの僕への叩きは不当だと思います。で、8番さんに関しては現状、色は落ちない。まあ、1番さんもそうですが、僕のことを若干擁護してくれたのかな。 まあ現状7番ずりですね、僕は。以上。7番のプレイヤーは発言してください。はい、あ、やっぱ色付けしてよかったね、うんうん。6番さん、なんで俺に叩いてくるのかよくわからないんだけど、うん。じゃあ逆に6番さんにまあちょっと問いたいんだけど、あのここでじゃあ俺が色落ちないで回した方がよかったの、うん、議論はあの色付けしてたことにより進んだよ。うん そういう目線にも立ってもらえないのかなって俺は思うんだけど。うん。で、あの、まあ、他に触れるね。まず、占い師から行くわ。占い師は、うん、確かに5番さんの言う通り、2番さんが9番さんのことを片白って言ったことは、はっきり言って、あの、ゲと思ってる。ただ、3番さんが7、8で釣り位置に上げたことは、あの、俺もちょっと俺の中では下せなくて、俺8番さんは白いと思ってるんだよね。5、6、7に人狼はいないと思うって言い切ったんだよね。うん。 だから、あの、8番さんが人狼だったら、ちょっと白いち水だよね。で、1番さんもそこで話をぶった切ったんだよね。7番さんの色は分からないでしょって。人狼だったらそんな動きはしないよね。うん、はっきり言って。だから、8、1は同陣営で俺は見てる。うん。俺は村だと思ってる。だから、5、8、1は村だと思ってる。だから、俺はそこで6番さんが俺に突っかかってきた。だから理由が分からないって言ったんだよね。うん。 じゃあ色は俺はつけなかった方が良かったのかなって一瞬思ったけど。うん。不当だから俺を釣りたいっていうことだよね。うん。だから俺6番さんのその、俺の2周目の殴りは、ちょっと違和感がすごいあったね。だからまだ占いの審議、どちらも偽戦目が終えるから、あの、はっきりはしてないけど、うん、どっちかっていうと、まあ、な、出現した2番さんの方が新名落ちるけど、 うん、2、6、3、6あたりかなとは思ってる、ね。うん。まだ強人は隠れてると思います。はい、以上です。8番のプレイヤーは発言してくださいうん、俺絶対5番さんは釣りたくない。やっぱ俺2番さんの片白って言ったの発言聞き逃してたから。マジで言ってたんなら、これもう5番さんすごいと思ってる。だから、5番さん絶対釣りたくないかな。俺現状、占いは2番さんの方、新目で見たらね。 なんだろう、精査がすごく良かったから、2番さん新名で見てたんだけど、5番さんがもし、2番さんが、そういう発言したのであれば、ちょっとフラットに戻ったかなって思ってる。だから難しくなったね。やっぱりね、俺、5、6なのに狼いなさそうなんだよね。で、マシューさんが、うん、最終的に7が6釣りをして、9、6釣りをしてるから、9番さん、 結構黒いなと思って2が9だった。ああ、そうなの2新目なら9白なのかって俺思ってたんだよね。ってなると、正丸さんは4番さんは白かった。すごく精査が良かったと思ってる。だから白いと思ってるから、俺1番さんがね、釣り位置言わなかったんだよね。まあ俺も言わなかったんだけど、俺は現状白いから言わなかっただけであって、1番さんの位置であればやっぱり黒いとこはいたと思うんだよね。 だから俺現状は1番さんだと思うけど、俺ね、霊能潜伏って初日囲い強いと思うんだよね。だから俺囲ってると思う。マジで。俺囲ってると思う。狼占いが。だからね、ヒップさんもし白くなったら俺マジで投票先迷うかな。けど現状申し訳ない。1番さん釣り位置出してないんで俺は、 一番んに行こうかなと思ってる56七に俺はやっぱ狼いないと思ってる一番白いのは5番さんただ5二だった時怖いなって思う9番のプレイヤーは発言してください俺は2番さんが偽だと思う2番さんの俺への片白って2番さん目線真の占い師だったら俺にしろ結果落ちてるから俺の興味があるのかどうかぐらいしか判断しなくていいと思うから圧倒的に2番が偽かつ人狼だというふうに思ってます 相方1っていうのは2が1を怪しむ視点で6から1にヘイトを向けたことから1の1に相方はないかなっていうふうに思ってるから今日1釣りたくないかなっていうふうに思ってる、うん、と5番さんに関してはそこで、えっと、8 1を怪しむ視点を初めて持ちをあ8を怪しんでるのにもかかわらずなおかつ役系で1番さんもしっかり入れてきたところが5番さんの白目かなっていうふうに思ってるから5も釣りたくないかなっていうふうに思っている 6に関しては7番さんが議論を進めるために叩いていたっていう明らかに読み,読み取れるっていうかそれなのにもかかわらず6番さんでマジになって7番さん叩き返して7に釣り位上げてるから無気になってる狼かなっていう風に思っていますだから6番さんを釣りたいかなっていう風に思っている現状6二ロ々ーーで見ていて、えー、と7番さんが強人かなっていう風に思っている7番さんの最後の発言で強人を潜伏しているっていう風に断言したところまだ2んの心境なのか進路なのかは分かってないからそこで7が えっと、2、3を進路で確定しているような言い方を、えっ、ー、と、説明もなしに言うのは7番らしからの考察かなっていうふうに思っています。8番さんに関しては、そこで、1番さんっていう、まだ誰にも視点集まってないところに行ってるから、あれだと思うけど、占い心義が全然違うんだよな。俺、圧倒的に2が偽だと思ってて、3が死んだと思ってる。だから4は白かなっていうふうに思ってる。8番さんがマジで意味よくわかんないっていう感じかな。俺の精査が正しければ2、6、6、6、7強なんだけど、1周目俺行ったから2、6、6、7強、最後あってたら褒めて、以上。 1>, 1番のプレイヤーは発言してください,は,ださいはい発言します一番知らない1番さんからの片白だけど俺も7の強めっていうのを結構追えたからでも9番さんと7の強めを追った視点は違って7番さんっていうのは2番さんを殴ったり3番さんを殴ったりで結構7番さんっていうのはローっぽい動きではないと思うんだよね7番さんがローだとしたら7番さんがローだとしたら俺は2んに新ローだと思ってるからこのレギュレーション的には。 で、発言的にもどっちがし今日出てるっていう、ムーブっぽくはなかったから、2、3に関しては新郎で見てるから、そこで7番さんっていうのは2と3に両方殴って、どっちもの締めを下げたあたりっていうのは、7番さんっていうのはどっちが親かっていうのは分かってなくて、どっちも殴ることによって、どっちの占い位置にも入ろうとしてる強人かなと思った。だからその,その視点を見てる9番さんっていうのが一番白く見えたかな、片白だけど。でも2、3の発言を聞くと、発言内容的には3番さんの方が。 初、まあ、めっていうのは延長もできなかったけど、発言内容で言ったら俺初旬では3番さんの方がしっかりしてたかなと思うから、3番さんの方が若干真には見えるかな。でグレーで言うんだったら確かに5番さんっていうのはしっかり占い精算もして、2番さんの片城、自分の片城っていう発言はどうなのっていう突っ込んだあたりっていうのは、5番さんっていうのはめちゃめちゃ白くなるかなと思ってる。俺今日現状でね、釣り位置っていうのは、8番さんっていうのは2巡目でも567っていうのを白気して、で えーと残った自分が白くなければツリーちゃん迷うなっていう発言これは村川俺はもうあっても強人かなと思ってるだから7八には老要素っていうのはあんまなくてあっても強人要素かなっていう感じからで7八でどっちが怪しいかっつったら7番さんの方が怪しいかなと思ってる7番さんっていうのは6番線への不当な殴りって言ってるんだけどかか6番さんっていうのはしっかりと7番線への殴ら入れてたかなと思ってる。 でも現状釣りたいのは4番さんっていうのは俺しっくりこなかったかな16の釣り位置っていうのはでも片白が釣れないから今日は6か7釣りたいかな狼狙うんだったら6釣りたい 2> 2<番>いやなんかヒットさん釣りやすいそうなとこ行ってんなしします3番さんは4番さんにしろ形ですよね、まあ、3番さんは俺どっちだろうなので、ね、人狼だと思うんですけど、うん、人道か強人かつたら俺は人狼だと思って。 でえっ、ー、と4番さんの精査が僕的にはしっくりきたんで一六を怪しんでたところはちょっと一緒だったんで一番最初、うん、なんでそうなんだけどで4番さんが白いで5番さんも要は僕に対する、えー、9番さんの2白発言これはみんな目線の話を言うから2白って言ってしまったかもしれないねいやーこれそれはす強いのよ冷、ね、静にそのあとの俺についてこういうのがよっぽど がっつり来てたと思うけどねはいで、えー、釣り位置的には僕は一番いいかな。<laughs> なぜかっつったら、その9番さんまでに行って、えー、1番さんでガラッと空気が変わってるんで、ねうん、みんな分かってる通り。で、えー、8番さんいる通り、えー、5、6、7に、6番さんちょっと怪しいけど、怪しいけど、初旬はちょっと潜伏してんのかなっていうふうな形には捉えた6番ちゃんがね。 5番さん、しっかりとして自分の、えー、要は、えー、発言を見る。イコール、ムラ目に感じる発言を言っている。5番さんは僕も釣りたくない。7番さんも釣りたくない。8番さんも釣りたくない。うん、なんで、えー、僕はもう、一旦一本でいこうかなって考えてます。で、強靭値はまだわからない。なんで、えー、その辺は、皆様の心理。要は、占い師っていうのはもう、占い先でみんなに。 どうなてってしいかいな、今回。もう俺についてこいぐらいの勢いでしか言えないよね。はい。そんな形でございます。うん、とにかく、ちょっと一番さんや言してください。さい 2>, ん2番って本指定するって言って、結局一を一本指定したってことでいいのかなってなると。 うーんちょっと2番が強人なのか人狼なのかがわからない。ただ、釣りをす場所がかなりふわふわしてたところから2番の強面もな若干あるなって印象がかなり出てるかな。だから2番がうんと釣りをした、釣りをしそうで釣りをさなかったところに人狼がいるかなと思ってるから、やっぱり1か6になるかな。ってなると、俺は1よりも6いきたいかな。 と思ってるで6がうーんと白だった場合っていうのは7が黒くなるかなって感じかな6が黒であればいやまあその6七があのなんだっけあの別陣営に見えてることからねれそれをちょっと説明したかったんだけどうーんとなると6以降かなって感じかな5番さんとね 8番さんもね、まあ、ちゃんと8番さんは占いの精査しようっていうねあの意思が取れたから白いかなと思ってる。5番さんもしっかりとあの占いして精査してたからこそ、そういう占いの,の発言っていうのも拾ってくれてたのかなと思ってるから、5、8はもう全然釣り位置じゃないかな。で、2月1日を釣りをしていて、強めもあるから、うーん。 2が偽でも1がローっていう可能性もあるから、2が強め強靭だと仮定した場合の方も考えとかなきゃいけないかなってところ。でも今のところ、二を人、一応ね、レギュレーション的にローで一応見とるから、1は釣りたくないから、6に行きます。以上。4番のプレイイ。ああ、今日送信さん釣りなりそうやな。 まず占いからいくとですね2番さん確かに片代って言ってたのかもしれないけど2周目の発,議発言聞いたら2番の方のシーンもあるかなってちょっと思いましたね今3番さんが一瞬でも2に今日の線をちょっと追ったのがねうん下手になってちょっと思いました。 理由を言うと、僕の中では7、8番さんのいずれかが強靭で追ってるんですよね。理由言いますね。8番さんってやっぱり最終的にツイッチを上げないっていうような形色付けをね、結構グレーにしちゃったところがあった。 あと、7番さんに関しては、ちょっとこれは、ワンチャン言いがかりっぽくなるかもしれないけど、最後のね、ラストメッセージ、狂人は隠れているっていうのをわざわざ言う必要あったかっていうのがあるから、それも結構強ムーブなのかなと思ってます。で、号泣に関してはもう絶対釣りたくないと思いました。釣りたくないと思ってる。で、 えっとねここ2番が1を1本ずりでしょで3番が6でしょで僕16を怪しんでる視点っていうのはずっと変わりません6番さんは2周目の時に占い審議をつけなかったことそしてえっとね6番さんって占い師は出現するなって言っておきながら2番さんの片代発言を5番さんの位置で、えー、発言されたにもかかわらず4番さんってそこに気づかなかったの っていうのがあるんですよ。だからそこも少し気になってて、だからね、2番3番が少しね、ちょっと俺の中で精査するにあたって圧倒的にどっちがあ真で偽っていうのが決めにくいんだけど、もでも俺僕の方が、 あの怪しいと思ってるけど占いで言うと3の方が怪しいと思ってて3が6を釣りをしてるっていうのがうーんってちょっと分かんなくなってるでも今のところ俺二の芯目あるかなと思うのでえっと結論から言うと1を釣りたいと思っていますうん占い師が二三で見たときにまだ2の方が芯があるかなあるからと思ったところですね以上まずいなー ロコナンヘッド集まってで一がかせたように見えたな。一番。れいした二四五八。二四五八。一番。のプレイヤーは。発言してください,ださい <laughs> ああ、俺つられるのか。俺普通に六番つ,つられるだろうなと思ってたんだけど、俺つられたんか。ああ、びっくりだ、普通に。 えだって4番さん目線さ7八強靭で見てるんでしょってなったら俺と目線一緒じゃん俺も7八が強靭いるかなと思ってるから黒狙い行くんだったら6っていう発言してるし4番さんってその目線拾わなかったのただ単に4番さんっていうのは3人の占い師発言で 2>, いい、えー、2番さんのを死んで見てるから、えー、2>, る2番さんが1釣りをしたよりも3番さんが6釣りをしたから1を釣るっていうのえ俺ごめんけど4番さんクソ怪しくなったかなと思ってるその発言から。 いやーこれ初日覚悟あるから俺普通にとりあえず6釣りたかったかなうん6番さんがグレーの中で一番黒かったしまあ役もないんだろうなっていうのも透けてたから1と6がね役でえーと釣り位置上がってたからってなった時に俺目線っていうのは6しか釣り寄せなかったからうんで6番さんの黒銃っていうのはあんまりなかったあんまりなかった7はそれで言うんだったら7番さんの方が黒かったかなと思ってる。 7番さんが20目で6番さ3円で7番円突っ込んだら不当だって言ってるけど7番さんの方が6番さんに突っ込んだ方が不当だと思った。と思ったけど78に関しては俺は興味があると思ったから黒狙い行くんだったら俺は6投票かなと思って 6,、えー、6に入れたんだけど俺4番すごいブレたなと思ったな。4番目線さ78教授見てるでしょ俺視点一緒じゃん。 俺黒に狙い行くんだったら6って言ったじゃん。で、号9は白いって言ったでしょ、俺は。俺は9の方が白いと思ったけどね。視点がかなり似てたから。で、後時4番目線ってさ、61でさ、2が1を釣りをしてさ、3が6釣りをしたことよりもさ、ライン切りもあるかなと思って6釣りをさない。視点が似てる村と視点が似てない方どっち残すのと思ったんだけど。いやー、これ囲いはあるかなと思ったから、この投票結果から。ごめんね、俺は村ですね。明日白結果を作って。なんか、グレーに白い。 黒いとこいなかったんだよな最近の傾向初日過去強いような絶対芸能潜伏して狼オらミれたらもう負けるからね <laughs> 多分ヘンリーさん髪くるかなみんな城置いてるから多分5は勘んどかないとやばいやろこれヘンリーさん多分カリカレイだと思うな立法してしてくれっていうのが役職っぽかったんだよね レノン誰なんだこれ宗心さんレノないやろさんとか投票してる時点で宗心さんこれレノン使用しても芯取れんよ昨夜死んだのは。ええー、七番八番のプレイヤーは発言してくださいうんちょっと待って 4黒 ?6 白か。いやー、これちょっとね。俺ね、ちょっと投票見てて、宗心さん、霊能はないなと思った。えっ、ー、とね、霊能だったら絶対生き延びないといけないから、それなら釣られそうなところに入れると思ってるから、 7番さん、霊能はないと思うから、5番さん、霊能ではいいと思ってる。ってなると、狂人が出てないのよね、ここ。いやー、7番さん、狂人もちょっとあるんかなん。いやー、俺ね、いや、かっこいい、やりそうだったんだよ、マジで。 だって1番さんもそんなに黒いと思わなかったからね。567もそんなに黒いと思わなかったからね。だから3番さん目線6白分かってるなら俺白くなるの分かるよね。で5が霊能でしょ ?6 白でしょ ?7 噛まれてるから白でしょ ?1 例の結果白だから、3番さん目線は俺の白分かるよね。全員白だったってことは。3番さん目線の狼言って、 俺、9占って欲しかったけどね、グレー黒いとこいなかったからね、3番さん死んだら9占って欲しかったかな。あ、9狩り対抗いない,いやっぱ3、4なんじゃないんこれ。3、4十の,の7強なんじゃないんかな。いやー、うん俺今日4番さん入れるわ。9番。 のプレイヤーは発言してくださいごめん、6白だな、これ。えっ、ー、と、俺目線っていうのは7の字紙が,が追えない状況か、17がどちらとも村で落ちているという風に考察しているから、17が村で落ちていて、えー、86どちらかに狂人がいて、43狼っていう視点を持ってますね。43狼ないしは82狼かなという風に思ってて、82狼の線があるから、俺はカ人を8番さんの発言が終わるまでギリギリまで粘ってました。そこで8番さんが、 俺に何黒塗りして2級もしっかり追ってたところは8 2狼らしからぬ考察だと思ってるから現状4、3狼で追っています。えー、と1日目、1周目、2が俺にしろ結果を出している状況下、3と4の狼は狂人が潜伏していることを知り、なおかつそこでうんと20番面ないしは21番面が発動されることを予想したから相方を囲ったのかなっていうふうに考察してますかね。 うん、34狼初日学校や納得がいくから、俺も今日4万3行こうかなっていう風に思ってます。ちなみに昨日5番さ3守ってないので5番さ3守れます。確実に4万3の色を見ることができます。で、昨日あったレアケースとしては、俺が7番さ3のポジションで霊能で噛まれて5番さ3に乗っ取られるっていうのがあったから、5番さ3の審議も一応考えなきゃいけないなっていう風に思ってるけど、まあ五人狼で霊能 5人狼で5番さんが霊能で出て、みたいな、太鼓が出てきて5番さん偽声を割れるみたいなことをしないと思うんだよな。5人狼で2が4に来る結果出すとしたら。だから5は真かなっていうふうに思ってます。4、3狼。初日6人狼とか言ってたやつはバカです。以上です。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。9番さん分かる人で。よかった。ありがとう。うん。 でそれで、えー、っと要は、新芽というか、白っぽい発言を初日に言ってたことを確証します、えー。8番さんから、要は、8番さんが強人とかそっち系だったらね、5、6、7は白いっていう発言、言わないんですよ。どっかもう SG を作ろうとするとか、えー、そういう発言をしようとするんですよ。あの、強人とか人外系の人たちはね。うん、で、6番さん、六番さんは、七番さんが、まあ、7番さんが6番さんをちょっと怪しいんだっていうのはあったんだけど、 その7番さんが僕はもう強人だと思ってる、で、えー、6番さんはそれにただ単に返しただけ、その返し方ももう一回言うねに、えー、要は1週目の、えー、2番手の発言だった6番さん、要は5番さんの精査ってそこまでしか言えないんですよね、よく分かってる、それを自分から言ってる、うん、のはあれかもしれないけど、俺はもう気づいてたんだけども、だからそこの目線で、えー、要はそういうふうにしてたっていう感じで、僕はもう6番さんしろって感じで、ね。うん だって3、4がもう人狼だから仕事終わってるから私は、はいえー。ということで、えー、ごめんねあの9番さん片のとか意味わかんないこと言っちゃって、はい、とにかく一番最初から言ってるように俺についてこいそれ。それのみでございます。それで、えー、要は僕が黒に見つけました。なぜかと言ったらね4番さんが3番さんいや、要は3番さんが4番さん白でしょ。で4番さんがね3番さんに一切新芽のことを一発目言ってないんだよ。もうなんかもう あたかも2番が死んだようなことを作り出す、えー、感じだったので僕はもう占いちは4番決めてました最初から、はい、そしたら人狼でしたもう34のクロ、えー、ワードという形だったんですね、はいえー、そういうことからもう34人道です4番いてください42のランです以上です3番のプレイヤーは発言してください,いや俺が死んだからマジで頑張るわだって2番って初日の出現をあたかもなかった,か,ったかのように言ってるからね なんか変なこと言っちゃってごめんね、9番さんとかなんかわけのわかんないこと言ってるけど。で、たくまさんも俺に、いやもう56791は白かったから俺って白くなるよねってすり寄ってきてるし、28ローロしかもうないでしょ。6白結果出たから。6を怪しんでたのは初々言った通り。 だから占って録画しろ。なので私目線9で狩人が出てきてくれたので囲いも追わなくてよくなったんで28の朗ロ朗ーローで決まり。なので今日は絶対に2番投票。ねえ、あの初週の発言が、何、ね、新芽だったのに、盤面で今度は偽を追い始めるの、無駄の皆さん。負けちゃうよ。2番の初日の出現は絶対に忘れないだ方がいいと思うけどね。言ってるから、片白って。 はっきりと。片白って。うん、まあそんぐらいしか言えないかな。まあ俺目線は6白出てるし、えー、っともう初日でランダムで4が白出てるんで2、2八ローしかないです。自分が真だと思ってくれる方は2番投票。自分が偽だと思うんであれば、どうぞ4番さんに投票してください。ただ、4番3に投票した場合、PP で負けです。 今日は2 2866番寿司か目線ません28の強人がどこかだけど多分7番間違えて噛まれちゃったんじゃね狂強人でって思ってるけどねなんとなくあらでも6怪しかったから6強もあんのかなだから白結果なのかなだからこそ強人が生きてるっていうことも想定して必ず2番に投票してください以上です4番のプレイヤーは 発言してください僕目線も2 8ロロでもう完全にロックですね、もうありませんね、他に。っていうところで、まあ、さんまさんも言ってたんだけど、2番さんの片代発言っていうのを、八番さんはあの時点で5番さんのヘンリーさんが拾ったことに対して、えっ、そんなこと言ってた言ってたって結構、白らじらしくあの、それだったらっていう形で、あの八番さんのムーブっていうのは、俺、八番さんをずっと強人で見てたんだけれども、やっぱ今日ムーブをした狼のムーブですね。今今日も今日ももの発言ももう 決め打って、なんか、かやの外にいるような感じで、ああ、これ三陽の初日囲いだったんだね、っていうような、もう、単純な、もう、そこの、もう、傍観者目線での演技っていうような形ですね。まあ、今日、本当に二四のンなんだけれども、えっとね、二番3も二番んで、俺、本当に死んだと思ってたんだけど、これで俺、占って、もう二番3目線、八の狼っていうか、色が見えてるから、俺に対して、ここで黒を打ってきたっていう形ですね。二八ロ6しかないんですよ。ちょっと村の皆さん、マジで投票してください。二番、狼です。五番。 いやーこれで、ね、潜伏してるから、今発言してくだ,さい、うん、だったら,ら、ねうん、一番ありそうなパターンだとやっぱ三がに攻めっていうのはあるかな。7番が噛まれたっていうことは、多分七7番んを狩りずだって意味たいことなんだよね。うん、うん、俺もね、正直7番狩りずだと思ったんだよね。だから、一番最悪なパターンは、怖いパターン、九番ん乗っ取りいいのっていう話なんだけども、 一番さんに白結果出てるから、やっぱり一押しした人間で言うと、336か、245。うーんね、ちょっと怖いんだけどね、正直。73強人そう、強人が出てこないからさ、強人がいないんですよ。この村。誰も。なんかまあ、正解だ6番3強人なのかなっていう。 感じなのうん占いの精査で言ったらやっぱ2番さんの方が発言的には新名だから4音いきたいなぁとは思ってるんだけどももしこれで4が白だった時まあ大丈夫かなうんちょっと俺はなを帰りドにしか見えなかったから怖かったんだけどうん6番さんどう思います6番 のプレイヤーは発言してください,ださいえーっとねまず7番さんっていうのはすごい強気な発言してたよねだから狩人だと思って人狼は判断だんだと思う9番さんも強気な発言してたんで9番さんのね狩人乗っ取りの線は正直追わなくていいと思うで俺強人じゃないから 正直1か7では強靭落ちてるんじゃないかなと思ってる。で、今日4番さん釣るでしょ ?4 番さんで黒結果が落ちれば、まあ3番さん釣ってゲームセット。うん、で、えー、っと、白結果が落ちれば2番さんが偽って分かって、まあ28ローローか。いや、9番さんが新ンカであってほしい。 それだけですね。それだけを祈って、僕は4番さんに投票したいと思ってます。下ウの CO2。<laughs> まあ多分、シンカリでしょう。多分、シンカリだと思う。強靭は17のどっちかで落ちてると思う。1>, 1番さんの僕への、うん、僕釣り、最終的に僕釣り持ってきたんだよね。うんあれは強靭ムーブだと思うんだけどな。 とりあえず4番さん行くでしょで、9番さんが5番さん守れるでしょう,うーん、4番さんつっても PP はないんじゃないかな現状4番さんつっても大丈夫だと思うんだけど、以上。やっぱ4白いや。オラじい4じゃなくて6。 いやけど4日目追ってなかったけどねいや宗心さん狩りなら3投票しちゃダメだよあれは絶対だからんだ今日あるよ4番のプレイヤーは はいい釣られちゃいましたねこれもうね28ほんとうめえ、うめえこれさ、本当ワンちゃん本当に9番さんそしてね5番さんの乗っ取りの線も村としては追わなきゃいけないからそこも考慮してくださいあの PP にならないことを<ー>本当に心から祈ってます、明日に2いってね、絶対に色惑わされちゃだめだよ。 5番さんが狂人じゃない確証なんてどこにもないからね、らみんな言っとくけど。ほろ色ろ出されるのが面え,えや、うん。そこよろしくお願いします。9番さんも同様に。あのね、黒一だけの審議にとらわれて、本当に狂人がいないかどうかっていうのは村目線しっかり判断しておいた方がいいってことを言っとく。もう28うますぎる。28うますぎです。はい。じゃあ、村の皆さん頑張ってください。 六番さん失言一生懸命拾ってくださいよろしくお願いしますあなたが頼りですこの村を救うには夜が来ました目を閉じてくださいまぁ最後六を白く言った視点は良かったけども色見られるのもバッチリ言ったよねあれ朝村さん黒出られるの分かってるからその時ヘンリーさんの店を追ってねっていうの フラグ立ててるんだよ、ね、うんこれは俺対面人狼の時もよく釣られそうなオオカミがよく言うセリフだったこれ「アルティメット人狼」でね初日グレランで釣られた人がよく言ってたんだよ。芸結果「黒出ても信じないでください」って言ってたけどもう黒って。 言われるのも透けてるな、うん、あーけどマッシューさんご声してそうだなみんな白置いてたからナイスグッチョフ,チョフこれが冷戦服だよ3番のプレイヤーは 発言してくださいいや、勝てねえんだよ。<laughs> 無理なんだよ、もう。たぶん七強人でしょまさまるさんと、まさまるさんが七かむって言うから七かんだけど、<laughs> 絶対俺に入れてきたの <laughs> 強人でしょだって一日目俺の方がさ、新目で見られてたんだから、なんで七かんだんだろうと思ってたけど、七噛みに行っちゃって負けれやね。<laughs> 自爆していいかななん <laughs> で七かんだんだろう 7噛むって言ったから7噛んだんだけど、俺絶対7強人だと思ってたんで、絶対さんで俺の方をしみで見られてたからさ、ああ、勝てっこねえって、ワンチャン、5番噛め、急強で5番噛めたら勝てるかなと思って5噛んだけど、自爆していいですか感想戦でよろしくです。諦めてます。以上。5番のプレイヤーは、発言してください。さいはあ、い、ヨまさん黒でした。そうですね。 感想戦うん強陣誰だったんだろうな7番さんちょっと強陣じゃないような気がしたんだけど6番さんの言って通り1番さん強陣かなどうなんだろうねうんまあやっぱりね囲っちゃうとうん辛いところもあったのかなっていう3番さんとしてはうん4番に白打たない方が良かったのかな わかんないけどヨンマさん、単体ではそこまで、えー、まあ2周目以外はそんな黒くなかったかなと思ってます。はい、お疲れ様でした。6番、のプレイヤーは発言してください。ああ、初日囲いで、あんだけ壮絶なライン切りしてたんですね。<laughs> いやー、3、4人狼とはちょっと <laughs>、うん、初日はちょっと見えなかったですね。 4番さん3番さんのシーンを思いっきり切ってたから34はないのかなと思ってたんですけどまあ強人強人どこなんでしょうね1か7どっちでしょうね俺 1, 1やと思うんですけどとりあえず3番さん入れますね以上8番のプレイヤーは発言してください 多分俺7番さん今日だともう。3投票して占いされたかったんじゃないかなと思ってるかな。やっぱりね、グレーに黒いとこいなかったのよ、マジで。いや、4番さんも白かったんだけどね、正直。でも4番さんの遺言,言で、あの、黒出されても5番さん偽あるからねっていうのがこれ狼だなと思ってたから。 5番さん噛まれてもこれ勝てたかなって思ってる。やっぱ冷戦服強いね。9番のプレイヤーは発言してくださいもう3、4人狼って分かってるんだから、みんなの発言を思い返しましょうよ。1日目、1週目の段階で5、6、7に人狼はいないと発言し、初日がいがあるんじゃないかって考察した人いましたよね。もうね、素晴らしい。素晴らしい。すごい。 だけどね、こういうこと言ってた人もいたんですよね。二六人狼一強二六人狼一強です。当たってたら褒めてとか言ってる。そういった人が役職を持ってると、<laughs> やっぱり村ってね、そんなにあれなんですよね。初日も3番守ってたりしてるんで、やっぱりそういう人はプロ名乗っちゃいけないのかなと思ってます。はい。8番さん、すごかったです。2> 2番 いつも感謝の気持ちでいっぱいの8番さん、どうもありがとうございます、えー。あなたがいないと私はいつも暇な夜を過ごしています。はい、えー、ということで8、えー、番さん、これからも頑張ってください。はい3、えー、番さん、えー、またやりましょう。はいい俺について声が良かったでしょ 確かに一周目ちょっとっっ始めてくだしんぽかったいやけど片白って俺見逃してたなうんやっぱ冷泉服初に釣られると悪いから囲っちゃうんよね3番のプレイヤーいや黒い人マジでいなかったな ゲームああそうしさん今日やーああそうさん今日かヒップさんもそこまで黒いとは思わなかったそうさんも黒くはなかったんだよね人造殺のライブ配信毎日やってますチャンネル登録してぜひ生放送も見に来てくださいね